身長ビヨン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田中です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長とは視聴者チャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日ズバリお話しさせていただくのは身長塾の対象者。身長塾って何、身長塾って誰が受けるのってところですね。身長塾の概要について説明していきたいと思います。ということで、今の2024年の、まあ、5月、今これ撮影してるんですけども、一応ですね、6月中ぐらいに、株式会社身長先生というのが設立予定になっています。でそれに対して7月の1日以降に身長先生の身長ドックというサービスが始まります。で身長先生の身長ドックというのはもっと気軽に皆さんにご受診いただいて、最終的に何センチなのかとか、どんな栄養素が足りてないのかとか、本当にあの健康診断を受けるように気軽に受けていただける、そういったサービスを始めますので、まあ、7月の1日からそういった身長ドックが始まると。そして8月の1日からですね、身長先生の身長塾っていうのが始まります。で私今までね、まあ、かなり多くの身長に関するコンテンツってこと、 YouTube だけでも400本以上ってことで、本当にあの複数の媒体出してますので、かなりの数の身長の知識を皆さんお届けさせていただきました。で、まあ、最近本なんかも出版させていただいて10版も決まったということで、まあ、非常にですね、まあ、その身長に関する知識がですね、あの世の中にですね、とって、まあ、需要のある内容なんだということを、日々実感しているような形になります。でその中でもですね、まあ、私、まあ、かなりの動画をですね、まあ、無料でコンテンツで公開してるんですけど、やはり理解が少し難しいというのが身長の、まあ、醍醐味でもあるんだけども、まあ、難しい点というところで、より一層そういったのを体系的に学べないかなというふうに考えてて、それを身長塾っていうような形で皆さんに提供していきたいというふうに考えています。まあ塾っていうふうに名前つけたのも、まあ、結構ね、その何ていうか簡単なそういうさ、ポップアップセミナーとかっていうのは、そういう軽いものよりもどっちかというと真剣に学びに来ても、まあ、そうしないと分かんないからね、聞いてね、理解してもらえないので、まあ、そういった、塾っていう名前をねつけたんですけど、身長先生の身長塾って8月から始めていきます。で、これに関しては、まあ、将来的にはまあいろんな人が受けられるようにオペレーションの方で改善をもちろんしていくんですけど、まあ、最初の方に関して言うと、そこでちょっと、ぐちゃぐちゃなっちゃうので、まずは身長先生、身長ドックね、受けた人が、身長塾受けられるというような形でなりますので、まずは身長ドック受けていただくというところなので、まあそういったところですね。で身長塾でどんな話をするのというところ、なんですけども、身長塾では、例えばなんですけど、身長ドックの中でここをもっと深掘りして理解したいなとか、おそらくそういったところが出てくると思います。まあ具体的に言うと、まあ、今回の身長ドックの検査の結果では、まあ、要は最終的に何センチなのかとか、まあ、欠乏栄養素とかそういったところをお話しするんだけど、じゃあ実際に、じゃあそういう栄養素を生活の中でどういうふうに取り入れていったらいいのかとか、いやそもそも睡眠時間でどれくらい取ったらいいのかとか、まあ、運動って何したらいいのかとか、そういったところっておそらく気になると思うんですよね。それをですね、まあ、今までカウンセリング中に説明していたんですけども、やっぱり1対1で説明すると、どうしてもその時間がですね、我々の方がなかなか取れなくなってきてきましたので、まあ、そこを少しある程度まとめて、1回にですね、まあ、4家族とか、まあ、5家族とか、まあ、そういうちょっとどれくらい人数が入れるかわからないですけども、まあ、そういうふうにしてある程度まとめて、そういったのを聞いていただいて、身長ドックの内容をより一層補完して理解していただくとか、そんな風な、内容になっていく。例えば、生活習慣の改善の仕方だったりだとか、あとはね、それこそ成長ホルモンとかですね、例えば、まあ、身長ドックの方で受けていただくと、成長ホルモンやるとあなたのお子さんね、これが身長伸びるよとか上乗せできるというふうに記載してあるんだけど、実際成長ホルモンって副作用がないのかなとか、どういう風な原理でこういった治療ができているのかなとか、それは理解したいと思う。そういったのも身長塾で、どんどん学べるようになってきますし、あとは、まあ、春季遅らせるお薬、春季コントロール薬とか、まあ、栄養補充療法ですね。栄養補充療法に関して言うと、それ単体での、会社ですね、まあ、今なんかお断りしてるんですけど、7月からね、身長ドックがスタートすることによって、またね、サプリメントの治療も始まっていきますので、そういったサプリメントどういう風なものを摂取するのかとか、そういったのも身長塾の方でどんどん説明していって、まあ、身長ドックである意味満足した人はそれでいいんだけど、いや、満足しないで、もうちょっと学びたいとか、もうちょっとプラスアルファ治療検討したいっていう人に関して言うと、まあ、身長塾で学んでいただいて、で、学んでいただいた上で、それでさらにですね、まあ、いいなと思えば、実際に、診察で、治療始めていくっていう流れでもいいですし、っていうような形を取りたいと思います。あとは、成長ホルモン治療中の人に関して言うと、そういった、まあ、身長塾をですね、まあ、治療開始後もですね、受けていただいて、まあ、ぜひ、ね、どんどん知識を高めていただいて、まあ、どんどん身長伸ばす知識を作っていただく、まあ、そういったようなコンテンツを作っていきたいと思ってます。で、最初はまずね、オフライン、いわゆる、ね、直接ここですね、神田の方に来ていただいてて、会議室みたいなのがありますので、まあ、そこの方でプロジェクター使って説明したりだとか、実際皆さんに手で借りてもらったり、ワークショップを行いながら説明していくっていうのがまずスタートしていきます。で、それとまあ同時に、まあ、今、あの別の会社さんとですね、動画の方、オンラインの身長塾の準備を始めてますので、まあね、オフラインとオンラインと両方受けられるようになってくるかなと思います。まあ、そこで、まあ、遠方の方に関しては、まあ、オンラインね、近くに方に関しては、まあ、オフラインで受けていただいてとか、そういう形で、もうどんどん身長に関する知識をね、皆さん広めていきたいと思います。で、これ、まあ、なんでこんなことやってるかっていうと、私の身長治療の、身長先生の、まあ、使命っていうところかな、まあ、ミッションって表現かな、それに基づいて行っていますね。身長先生の、まあ、ミッションに関して言うと、一応8月にですね、まあ、皆さんに、まあ、ちゃんとしたものを皆さんお見せしようかなというふうに、今、プロの人と、まあ、どういうふうなことをやっていくかっていう、まあ、20年計画っていうのを立ててるんですけども、まあ、簡単に言うと2044年、今から20年間かけて、そういった
身長の知識ですね、まあ、身長の知識を小学生が600万人、中学生が300万人、まあ、だからトータル日本で言うと900万人ぐらいの、私の対象の患者さんがいらっしゃるんだけど、そのうちの7割の人にそうやって身長知識を届けていったりだとか、まあ、最終身長を予測したりだとか、例えば最終身長は最初はまずその身長としての身長ドックという形で皆さん提供するんだけど、それもまあ将来的にはいわゆるキット、なんか遺伝子キットとか最近流行ってるじゃないですかね。ああいうような形でこう皆さんに、ね、自宅に届けて、皆さん簡単なちょっと採血とか、そういったのするだけで、最終身長が分かるみたいな、そういったのも通して、900万人うち 70% の人、だから630万人ぐらいの人にそういったのを届けていこうと、そういったふうに考えてますので、まあ、その一環ですね、身長の知識、正しい知識を世の中に広めていくっていうのが私の大きな仕事の一つになるので、まあ、それを達成していくのが身長塾、そんなふうに思ってください。ということで、まずはね、身長ドックの方を受けてください。それを踏まえて、身長塾の方ね、受講できるようになってきますので、ぜひね、楽しみにしてください。それではまた。